バッドエンド小説の中の悪女に転生したのに、イケメンパラダイス。バッドエンド小説の悪女になりました。1分まとめ。三大公爵家であるダルチェス家の一人娘で、皇太子の政略結婚相手であるオードリナ・ダルチェスに転生した日本人の後藤リナ。しかし転生した先は、いずれ魔王が滅亡させる帝国で全員死亡フラグが立っているバッドエンド小説の世界だった。彼女は生き残るために帝国を脱出する計画を立てるが、そんな彼女の行く手を阻む地獄の番犬ケルベロスじゃなくて、超絶イケメン飼い主。積極的にアプローチしてくるこの男、一体どういうこと。でもこの展開ありがとうございます。だけど脱出が最優先と思ったら、先に今度はなんと第二王子が。この男、原作では手段を選ばない非常な策略家だったはずが、なぜか彼女に出れてる。しかもなぜか二人の男が彼女をめぐって争う展開に、さらに一緒に帝国を立ちたいとお願いされる羽目になるが、この顔で言われたら断れないですよね。果たして彼女はイケメンパラダイではなく帝国から脱出し、ハッピーエンドを迎えることができるのか。運命に逆らう主人公と華やかなイケメンたちに目が離せない作品、バッドエンド小説の悪女になりました。今すぐ LINE 漫画で読もう。